じゃあ10レース準決勝3着で勝ち上がりました茨城の福澤選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。今日は山口選手、坂井選手に任せるレースとなりましたけども、はい、作戦はどうやって作戦だったでしょうか。そうですね、もう白中段くらいからジャン前には先手取るっていう形で、まあ、そんぐらいだったんですけど、はい、叩きに行ったところ、はい、松岡達弘選手が、はい、まあ、ちょっと合わせるような感じでしたけど、はい、あの辺はどうでしたか。そうですね、まあ、粘られてもしょうがない位置だと思ったんで、まあ、そこ引いてくれて、まあ、そこからはもう郡司君がいつ来るんだろう、まあ、ホームでは来るかなっていう想定内ではあったんですけど、まあ、あとは坂、まあ、井君に、まあ、前2人に任せる感じだったんですけど、坂、ね、井選手が出たところなんですけども、はい、出たスピードとしてはどうですか。やっぱもうちょっと前を変わってる感じはありながらっていう。そうですね、まあ、自分も空いたっていうよりかはもう詰まってる状態でだったんで、まあ、郡司君も俺の横でもスピード止まってる感じだったし、まあ、自分のところには降りてくると思ってたんで、そこをもうちょっとうまくしのげればよかったんですけど、ちょっと、まあ、ちょっと荒い感じで郡司君には申し訳なかったんですけど、最後直線のことは接触もあったと思うんですけど、はい、あの辺は特に大丈夫でしたか。そうですね、まあ、僕としてはもう戻らないと持ち上げないんで、まあ、外に健也君がいたんで、ちょっと郡司君には申し訳なかったですけども、私も必死だったんで、まあ、審議セーフだったんで、ちょっと助かりました。このニアハイとこの地元記念に向けて、はい、まあ、強く練習されてきて、はい、まあ、今迎えてますけども、はい、状態面としてはどうでしょうか。そうですね、状態面はもう6月今後に向けて調子どんどん上がってきてる感じがしたんで、まあ、あとは疲れと、もうあとは流れ来たらしっかり勝てるようにっていう感じだけだったですね。わかりました。この後のレースでまた関東勢多くいると思うんで、はいはい、まあ、どうなるかまだわからないですけども、はい、最後3回目ですね、はい、の優勝に向けて、はい、意気込みをよろしくお願いします。そうですね、まあ、あと2レース、まあ、拓也と結城、まあ、関東勢いっぱいいるんで、なんとかみんなで、まあ、地元盛り上げれば嬉しいんで、まあ、決勝はその中から優勝できるように頑張りたいです。どうもよろしくお願いします。